ただジェネペースの方が早かったらもうドンマイだね。おお、いいね、いっぱいいるじゃないですか。上から行くと怖いな、これ。わ、今回ここ空いてないのか。上からです。オッケー、これで。待て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 、ちょっと待て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 、ちょっと待てちょっと待て。あ、これダウン取れる、しかもありがてえ。うまみ、よっしゃ、うまみ。あ、いいぞ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 。闇との対面発動中。これ地下に釣っちゃうと、うわー、しなやか、いいパック持ってる。とりあえず板使ってもらおうかな。わ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。いいぞいいぞいいぞ。オッケー。しかもこれさ、壊せないよね。手振りだよな。オッケー。壊せませんよ。めっちゃいい。オッケー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 、かなりいい。おお、ナイス。いや、これかなりいいぞ。いや、闇との対面効いてるなぁ、これ。デブは壊されないよね、こうなってたら。え、これってどう頑張っても無理なんだよね、みんな。ちょっとこれヒール、オッケーオッケー。ヒールもできないし、あー、これ強いぞ。ヒールもできないし、トーテムも壊せないし、これかなりいいんじゃない。いや、刺さってる刺さってる。次デボは発動だな。え、これってさ、今発電機じゃなくてトーテム触られてるけど大丈夫だよね。え、それ無理なんだよね。で、今回闇との対面の対象が、リーラさんだから、リーラさんだけ倒さないようにしたら、とても安泰だね。よしよしよし。しかもこれキャッチ判定だからデブはバレてない、まだ。デブはバレてません、まだ。
次も、あはは、救助してくれるな。次もキャッチでいけたら熱いな。いや、この人、いや、どうする。いや、ちょっと泳がせるか。いや、ごめん、ちょっと泳がせるわ。この人生きていいな。そんな余裕あるのか。トーテムは大丈夫、トーテムは大丈夫。よし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 、オッケー、デボは発動。ここから恐怖のお時間です。ここから恐怖のお時間です。あ、待って、この人ラスト。あ、ちょっと待って、あー、あれー、あー、ちょっと待って、違うよ違うよ。あーあーあーあああ、なんかすごいことになってる。ああ、違うんだよ、あれラストじゃん。最悪だ、やってもた。マジでやってもたな。うわ、いや、でもこれマジでおもろいぞ、この構成。こんなに刺さることあるんだな。闇との対面マイケル、手鏡マイケル、ちょっと見つけたいな。これロッカー入ったかな。手鏡との相性が良すぎる。あー、でも狩りの興奮だからさすがに間に合わないと思う。うぃー、オッケー、見えました。さあ、これ一旦この通路だから、なんで分かってんだ。回ってくる作戦か、これ。よかろう。来た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 。うわー！くっそ、デッドハード。今、心臓、心臓飛び出ただろ、今。心臓飛び出ただろ、今。びっくりマイケル。いや、メメントやりたかったけど、もうこれはこれでおもろかったな。これガチでありじゃない。手鏡じゃない方は、このレベル1の時のこの攻撃射程が上がるやつ。フレンドのメモだっけ？これね、これつけないとね、射程がね、こんな伸びないんだよね。もう、こんなんだよね。だからこれちゃんとつけないと。レベル1での攻撃射程がめっちゃ狭くなっちゃう。
大砲やっぱ持ってたか。そしてスマチャク、何いいパーク持ってる。見えてますオッケー、解放スマチャクか。あ、そうだよな、一人耐久切ってて強制終了しないってことは解放持ってるってことだもんね。いや違うか、まだもがきがあったからか。これおもろいな、この構成おもろいな。ただちゃんとね、医療キットを持ってない人を厳選しないと。